今に来てみてごらん、かねて夏にでも燃え上がる、昨日まで降っていた雨も上がったよ。恋は祭り、かあって祭り、みんな集まれ、今日は楽しく、雨降ってきたな。恋は祭り、みんな一緒に、これ高らかに、雨やんでくれ。みんなの視線を受けて、飲む夜は私ね、ジュリー様だったので、ね、サラダキンさんに似てるということでね、やっておるんですけどね、さっきも行きたいですよね、別の県民さんから似てますねって言われたんですよね。私がサラダキンさんに似てないと思う人に挙げて、はい、あ、そう、満場に似てるけどね、ありがとうございます。大急ぎでやらないとね、時間が置いちゃうとあの辺から全員手上がっちゃうんですよ、言ってないですよね。もう裏切り者が多いですからね。まあ今年はね、いよいよあと1ヶ月半になりましたけどね、私、今年一年ずいぶん活躍しましたけどね、私の一年を振り返りましてですね、ジュリー様が2016年事件簿っていうのをね、作ったんですけどね、まず一発目はですね、何があったかというとですね、ここですね、ここでやることになりました。あ、何じゃないですか、いいです、まず人形はやばいからね、君が濡れたって思うし、気にするよ、すごい急に本降りになったの、ね、やっぱり雨を呼んでね、嵐を呼んでね、これあ、雨を呼んでね、あの、帰っちゃうね、歌で夏が協力してくれたことがあったんで、効果プレゼントが出たんですよね。ある際に寝返り打って背中で聞いている、やっぱりお前は出て行くんだ、悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。あ、リーダーが持ってた。食ったきりなら幸せになるがいい、愛というのに照れてただけだよ、すべて少しは辛くつけさせてくれ、寝たふりしてないで盛り上がってくれ、ああハハ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 、本当はね、帽子を脱いでね、投げるパフォーマンスしたいんですけどね、髪濡れちゃうから嫌なんだけど、なんと言われろ、えら
ごめんなさい、私が入ってるかな。これ大きなとこだったんですね。あ、濡れちゃうんだね。さ、もう誰も見ない、仲間しかいないという。これ、あれも普通にまたないですか。しょうがねー、やり合ったね。次はですね、大丈夫ですね、ジュリー様なので、ものまね、大好評ちょっとお名前が大好評だったっていうね、やつですよね、これも大好評だったんですよね。ジュリーさん、ハプニングだと面白いんだよな。雨だから一気に滑りがいいかもしれませんって。またもたもたしてるし、もう雨が大丈夫です。ただの手仕事です。全然似てませんけど滑りがやるし、ラララララ、ハッとして、ハッとが出た、これがマイクさん。どうもありがとうございました。ただの年くんでした。一発目だ。妖怪ウォッチのですね、ティッシュペーパーでございますね。3位、4位、5位はちょっと省略しまして、第1位ついに全達卒業、ね、ジュリーさんはつい全達卒業私ね、いつもですね、曖昧の全道をやってるんですよね。もう必ずうちの社長、これから出てくる不可実の曖昧っていうのはうちの社長でいつも鳥なんですよね。私はいつも全座なんですよね。この間ね、ある雲を祭り行ったらね、逆にしてくれって言われたんですよ。それでね、とうとうね、私の凄さが分かったんですね。私が生まれて初めて曖昧より前後に出た鳥やったんですけどね、その雲を祭り行ったらですね、雲係の人が来て、今日はあの区長さんが見えになるんですよ。で、開会の挨拶をして、その後アドラクションを見るんですけど、まあまず腹話術見たいっておっしゃるんで、腹話術見に行ってね、あ、でもジュリーさんね、区長さんずっとスケジュール空いてるみたいですから、きっと全部見てきますから、ジルさんも張り切ってやってくださいねって言われて、まあ、区長さんお見えになって挨拶して、曖昧が腹話術やって、区長さんお呼びを拍手して、そして曖昧終わりました。司会者の人が、さあこれからはジュリー様田さんですよって言ったら、区長さんすぐの帰りになりました。で区長さんに引きずられてですね、なぜかお客さんは半分ぐらい帰っちゃったんですよ、そういうことがあったんですよね。この句じゃないです。この句はいい句ですから、ある句ですからね。それではリクエストにお答えして、もう一回最初の曲ですね。
祭りに皆さん今日はようこそ。昨日まで降ってた雨も今日も降ってるよ。恋は祭り、かあって祭り、みんな騒げ、今しばらくはまだ心に十二様だ。もう少し我慢してね、もうすぐ腹話術みんなの我慢を胸に、もうすぐ腹話術さっきどうもありがとうございました。もう終わり？終わり？どうもね、雨の中ありがとうございました。ジュリー様田でございました、はい、そしてこの後ですね、うちの芸能事務所の宮田企画、私は副社長やってますけども、社長の女社長、副社長の曖昧が副社長でいます。こっちで、そうです、私副社長ね。